皆様おはようございます声は聞こえておりますでしょうか本日はご参加いただきましてありがとうございますこのような美しい京都でこのような開議を開けて嬉しく思いますしまた世界のさまざまな地域から早朝または夜遅い時間にもかかわらずオンラインでご参加の皆さまもいらっしゃると思いますこちらにいらっしゃるということは 初めて物理的に IGF の総会にご参加してらっしゃるということだと思います。そうであれば、IGF に関しまして皆様とお話ができればと思っています。ワーキングモーダリティ作業の仕方ですとかということに関しましてお話をしたいと思います。また長期的にどのように IGF に関与していくのかという点につきましてはお話をしたいと思っております。安野健吾と申します。 IGF の事務,局におります事務局はまた後ほどご説明いたしますけれども国連ジュネーブのオフィスにございますスイスにございます主なタスクとしてはプロセスを中立的にサポートするということになります事務局は IGF の創設以来存在しています我々のオフィスですが 今朝事務局長は参加できませんでしたけれども昨日皆様チャン・タイさんのお話がありましたのでご存知だと思いますがまたこのあと第18回の IGF の年次総会のオープニングにも出てまいりますので。 チャングタイだとか私 IGF の事務局の誰にでもあのいつでもお声をおかけ、えー、お声かけいただきたいと思っております。それでは簡単に事実に関しましてお話をしたいと思います。IGF に関しましてどのようにこれが改正されたのかでとかどういった形で長期的な関与を行っているのかということでお話をいたします。 20年近くにわたります歴史をスライドを使って振りか振り返っていきたいと思っていますですが時間の多くは皆様との対話に使いたいと思っています事務局としましても皆様の今現在のプロセスに関しますフィードバックを伺いたいと思っていますし IGF の存在理由ですとか 皆様の期待というものもあると思いますし、今回のフォーラムに対します期待というのもあると思います。今後プロセスを改善するためにも皆様のご意見というのは極めて重要です。IGF の歴史に関して振り返りたいと思います。国連のまずマルチラテラル多国多国籍というものがございます。加盟国 が参加いたしまして2000年の初頭になりますけれどもマルチテイクホルダーモデルというものができましたえっとどこかからズームからでしょうか音が聞こえておりますので、えー、オンラインの参加者の方でしょうかミュートにしてもらえますでしょうか、うん、また後ほどオンラインの参加者の方にもお お話をいただく時間を設けたいと思いますけれどもそれまでやみうどお願いしたいと思います。先ほど申しましたように多国設計多国間のバランステイクホルダーモデルを使っております。皆様想像できると思いますけれども当時というのは大変新しい考え方でもありました。インターネットが23年初頭1990年代の終わりぐらいに。 ししてままいりましたそしてコミュニティとしてはこれは上国だけではなくていろろなステークホルダーグループが参加していますそしてインターネットを統治するためのフォーラムが必要だということになりましたアクセスブアフォーダブルセーフセキュアとそのようなまた人間中心のインターネットということを標榜しておりますけれどもそのためにマルチステークホルダーのプロセスというものを実行していますで2000年初頭に ワーーキンググループイン,ーインターネットガバナンスのためのワーキンググループというものが創設されました。でいろんなステークホルダー、いろんな背景を持った方々が参加されました。で今回も IGF にご参加で削、えー、してらっしゃると思いますけれども、さまざまなバックグラウンドを持った方々が参加、えー、してらっしゃいます。まあ、ビックペディアの方で見ていただきますと、当時のミーティングにどういった方々が参加しているのかということも分かると思います。で長いお話を短く でワーキング・ディフィニッションというものを作りましてそれがこちらのスライドにありますけれどもインターネット・ガバナンスというのがガバネンプライベート・セクターだとか政府それから民間セクターそして市民社会というものがそれぞれの役割そして共通の原則規範規則そして意思決定の 手続きプログラムこういったものでインターネットの進化そして利用というものを形成していこうということになりましたで皆様もご存知かもしれませんが、まあ、皆さんそれぞれがエンドユーザーだと思いますし、えー、こ,うこういった側面というのは今現在のデジタルパブリックポリシーのプロセスに関しましても、えー、関係している、まあ、重要な側面だと思いますそして、えー 国連において世界情報社会サミットも開催されることになりまして加盟国もそうですしそしてフォーラムを作るということで包摂的なマルチステークホルダーの議論の場というものを設けてあらゆる方々が集まっていろんな問題に関しましてディスカッションをするということを行いましたそして2回の2つのフェーズがありまして2003年と2005年 チュニジアとそれからジュネーブになりますそして最終的に IGF が収集されましたそして「チュニーズ・アジェンダ」情報社会にかしますチュニー「チュニーズ・アジェンダ」パラグラフ72の方で IGF というものがマンデートになり IGF が収集されるということになりましたそして2000年2006年に当時のコフィアナン事務総長を の招集によりままししてて会合が開かれましてそして10月11月2006年になりますがアテ,ンア,ア,テンアテネでギリシャ政府の主催のもと最初の会合が行われました。でそれ以外の歴史ということになりますが今現在18回目の IGF 年次総会となっています。で今回の5日間の年次総会ですがこれは単に イベント主催者が組織しているだけではありませんでしてこの背景には様々なプロセスがあります今回は日本が主催局になっていますまた様々な IGF のモダリティ構造でこういったことができているわけですそのモダリティがこちらに記載されていますまず一番最初に IGF のマルチマグというものがございます マルルルチステークホルダーグルーダグプというものになさまざまなステークホルダーグループさまざまな地域のグループが参加していますそしてジェンダーに関しましては平等にしておりますそしてメンバーが議長というものを任命いたしまして毎年国連総長の方から任命されるわけですそしてそのマンデートですけれどもそ アジェンダだとかプログラムに関しまして毎年この年次性補足化に関しまして事務総長に対しましてアドバイスをすると今現在マグポールがシェアになっていますで今年の会議は特に何か重要かといいますとマルチステークホルダーマルチグループの構成というものが重要でして特に今週今日もそうですがコミュニティが 新しいマルチステコードアドバイザーグループを任命するということになりますそして新しいチェア議長も任命されるということになりますなので IGF のウェブサイトの方にまもなく発表されるかと思いますので、まあ、今回の IGF 総会の中でですね期間中に新しい議長も任命されるということになりますそしてマグは 先ほど言いましたように、三分の一が毎年、えーえー、と交代するということになります。十一人のマグのメンバーが今年、任期を終了して、新しい十一名が新たにマグに加わるということになります。このように、三分の一ずつ、毎年、新しいメンバーが入ってきているということになります。このマグのに貢献をしたいということであれば。 ノミネーションですけれども1年の,その前半前期にノミネーションのプロセスがありましてどのような組織も候補を推薦することができるということになっております。そして 1今回、その1期で最大で延長いたしまして3期まで人気を務めることができます。そして本日は IGF のリーダーシップパネルに関しましてもお話をしたいと思いますが、リーダーシップパネルは前回事務総長が任命したもので、その背後にもプロセスがありまして、デジタルコーポレーションに関しますハイレベルパネルというのがあります、そしてまたデジタル協力のためのロードマップというものも出ています。そして このようなプロセスの中でまたデジタルテクノロジーが急速に発展しているということもありまして我々としてこのようなガバナンスのメカニズムテクノロジーのガバナンスのメカニズムというものもテクノロジーの進歩についていく必要がありますそしてリーダーシップパネルはハイレベルのマルチステークホルダーの組織体でして15名がメンバーとなっています。15名のうち マグチェ,アチェアの方がいいらっしゃいますそしてテクノロジーのオンボイとして装置を上限する立場の人もいますしそれからまた今年の主催局そして将来の主催局そしてその1年前の主催国からの代表者も参加をしているということでレーダーシップパネルの中でこのプロセス前回の総会と今年のそして次の年の総会の間でのつながりを持たせるということを行っております。 で昨日なんですけども多分最後のセッションだったと思いますがこちらにいらしたとしたら多分メンバーのほとんどリーダーシップパネルのほとんどにお目にかかっておられると思います。で今週他にももオーププンンンセセッッシショョとかたくさんプレナリーセッションでも 例えばリーダーシップパネルがどういうことを考えているのか各校どうだったかそれから IGF をどのように動かそうとしているのかそれからモダリティはどうなのかもっとグローバルに目立つようにしたらどうしたらいいのかと考えているかなどというのがわかると思います皆さん誰も取り残したくないのでご参加いただけたらと思いますそれからプロフィールはスライドでも分かっていただけたらと思いますけれども非常に多様性に富んだ人たちです ベン・サーフさんという方がそのインターネットの人間にとっては詳しい皆さんご存知だと思いますけれどもこういった方それからノーベル賞受賞者であるところのマリア・レッサもメンバーになっていますそしてまたワーキングメカニズムとしては IGF は最初に申し上げたように私がいるところがオフィスになっています例えば事務局長このパレード・ナショナルにありますでジュネーブですね でこちらに事務所がありますそして事務局の役割としてはこのメカニズムがちゃんと機能するように IGF の枠組みの中で原則にそれから手続きにのっとって進むようにということを担保しようとしています。さて原則ですけどもオープンで包摂的なボトムアップなそれからマルチステークホルダーの透明なノンコマーシャルの活動をしています。でそれから 外の資金にに頼っってていいいるという形になっていますつまりは資金が定期的にやってくるというわけではないんですけどもさまざまなドナーの資金例えば金銭的それから現物の資金あの現物資金を受けて成り立っています。で私たち ファイナンシングということであれば例えばドナーが誰なのかそれからトラストファンドがどうなっているのかそれから現物のドナーがどういった会社なのかということがウェブサイトには分かるようになっています。で一番大きなドナーの一つはある政府だったりしますけれどもそれからテクニカルコミュニティの中からもドナーがいます民間部門の。それからまた全く非営利の 市民社会の組織なども資金を提供してくれていますサポーターも非常に多様に飛んでいますですのでこういった友人の皆さんが IGF の機能をするようにほとんど20年にわたって支援してくださっていることに感謝しますそれから IGF はプロセスだというふうに最初申し上げましたなので年次総会があるわけですけれどもプラスいくつかの要素がありますただ二つ目上のものがありまして 覚えておくべきこととしては一つはこの通年作業というものです2つの年次演奏会の間の作業というのは全てコミュニティドリブンコミュニティ中心に行われる通ちょっとそれについて後で触れますね。 それから不可欠の要素としてはプロセスというのは今日のような形なんですけれどもこんな形で回っています今週京都でここで行われるんですけども IGF のアニュアルミーティングというものがありますさまざまな加盟国あるいは政府が今までホスト国となってくれています第18回はここにあるように日本国政府がホストになっています来年ですけれども これからホストは正式にもうすぐ発表しますので、みんな注目していていただけたらというふうに思います。IGF が来年2024年どこで開催されるのかは後々発表します。ただ過去どこで開催したか17年分がこちらにリストアップしてあります。またアジア太平洋地域に戻ってくれて嬉しいです。でかなり空いてました。 多分バリで、えー、多分開催したのが一番近いんじゃないかと思います。でこちらですけれどもどういうダイナミックスなのかということを示しています IGF のですね。で皆さんガラナイトにご参加しておられる方 昨年あ昨日だけではないですけれども非常にダイナミックエネルギーにあふれたものであるということがお分かりいただけると思いますいろんな人が一箇所に一度に会してでインターネットに関してものすごく信じている人たち でもちろんインターネットはツールとかサービスを提供してくれますけれどもそして全ての人々の生活を良くするものなんですけれどもそれを信じている人たちの集まりと思っていただけたらと思います。でディスカッションしているだけではありません IBGF は意思決定をするフォーラムではありませんがだからといってアウトカムとかアウトプットが全く出ていないというわけではありません。皆さんご存知かもしれませんけれども最大のメリット あるいは組織として個人として参加することによって得られるメリットというのは例えばそのここにいらした方はやはりいろんな人たちと交流してグッドプラクティスとかあんまり良くないグッドプラクティスとかそういったものを学べてそしてそれを自分たちのコミュニティに持ち帰ることができるという点です。それによって自分たちの組織を改善できる とということですそれから手で触れるものとしてはミーティングの後半に差し掛かりますと皆さん IGF のウェブサイトを見ると IGF メッセージズというのが出てくると思います。でこれは行動をベースにしたその 実態のあるアウトプットとなっています。これは、セッション化の映像が作れます。三百以上のセッションがこの第十八回では行われます。けれども、これらが具体的なメッセージを、メインのサブ,サブテーマの周りで作成していく。それがメッセージとなります。でもう、皆さんご存知でしょう。もう暗記してらっしゃるかもしれませんけれども、この私たち、我々が求めるインターネット。 あらゆる人を後押しするためのインターネットというのがテーマですそしてサブテーマはこのようにたくさんあります例えばですけれどもコネクティビティとそれから人権それから AI それからそれ以外の先端技術というふうな議論もしますけれどもでも例えばデジタルガバナンス持続可能性環境 それから安全やセキュリティデータガバナンスなどなどという議論が行われるというサブテーマになっていますなので選ぶのに迷うぐらいですよねもう本当これだけ見るとこんなに豊かなアジェンダなのだと驚かれるかもしれませんけれどもしかしこれは私たちの世界を鏡写しにするとこのようになるんだという感じだと思ってくださいオンラインの環境ではいろんなコミュニティがいろんな問題を抱えていますだからグローバルフォーラムというのはこれだけ包摂性を持たなければならないということを示す していますなので皆さんのコミュニティの意見をここに判定していただくと我々もっと具体性を持った議論ができると思いますそして IGF でもってそういった情報ベースに活動ができると思いますさてこれは今回ですけれども登録者の数が多くて9000人 に近くなるほどの登録がありました IGF で,で最大はもちろん75%はこうやって現場にいらしている方々ですけれどもプラスオンラインでの参加という方々もいらっしゃいますそれを合わせて9,000人になりなんとする数字です。でバックグラウンドとしてはものすごく多様性に富んだ人たちです。 例えば全てのステークホルダーグループさまざまな分野のグループの皆さんがいます政府国際関係政府間機関それから市民社会学会民間部門テクニカルなコミュニティその他関連の産業あるいは分野の人たちという背景を持った人たちの登録がありました。さて次に 私が最初に IGF プロセスというふうに申し上げましたけれども通年作業というのがあるという言及をしましたけれどもここでどういう意味なのかをもう少し詳しくお話をしたいと思いますどうやってエンゲージメントが行われているのかそのエンゲージメントのバリューとは何ぞやという話をしたいと思います興味があったら何をしたらいいのかということもご説明しますこの通年作業ですけれども2回のアニュアルミーティングの間に行われるものですそしてその結果がアニュアルミーティングで議論されます いいろんな仕事が行われています例えばベストプラクティスフォーラムポリシーネットワーク2つありますけれどもこれらはマルチステークホルダー中心のコミュニティネットワークとなっていましてある特定のイシューにフォーカスを置いています。でこれらは例えば グッドプラクティスを見るあるいはそんなに良くないグッドプラクティスを見るというふうなこともありますしそれから具体的なレコメンデーションを作る上で通年作業が行われていてそこが実際にそのいろんな問題を認識するという意味での進捗をしてくれることに依存しています例えばサイバーセキュリティベストプラクティスフォーラムに関しては合意それから規範そして国際的な合意があってそのギャップに 何があるのかととといいう,うなことを見落としていますそして、サイバーセキュリティに関してはセッションがあります。ですので、それに出ていただければ、一体どういう仕事が、どういう結果になっているとかが分かります。えー、そして、えー、通話にわたりまして、様々なあ、えー、メーリングリストというのもありまして、えー、皆様にもぜひこのようなメーリングリストにもご参加いただきたいと思います。えーマグ マルチステークオーダーアドバイザリーグループですが、各メンバーがコーファシリテーターとなっています。IGF の事務局が放送となりまして、全体といたしまして、コミュニティを運営しています。世界中のステークオーダーが参加するコミュニティになります。そこでもディスカッションしています。そして少なくとも。 次に1回は会合を持っておりますしオンラインとそれからまた年次で対面での会合も行っていますでベストプラクティスフォーラムに関しましては同じようなプロセスがございますただ範囲が少し違うということでベストプラクティスに関しましてはこのベストプラクティスを検討するというものになります一方でその右側ポリシーポリシーネットワークに関しましてはどのように アクションを例えばその問題に関しましてどのようなアクションが取れるのかというようなディスカッションが行われています。今年マブに関しましては3つのポリシーネットワークを有しています。一つはインターネットの分断に関します PN ポリシーネットワークそして意味のあるアクセスそして人口を え知能に関しましまてです。す。つござい PN と呼んでおりますこのポリシーネットワークというのはこちらもまた、えー、マルチステークホルダーエクスパートワーキンググループが中心になっておりまして正しい方向に物事が進むようにさまざまなステークホルダーを巻き込みながら世界中から包摂、えー、的なプロセスを運営しながらさまざまな議論を行っているわけになります。 BPS とそれから PN という話をしましたけれどもまた新しいインプットもございます毎年意見を求める要望というのを行うわけですけれどもそれに対しましてマグが最終的な年次,年次総会のアジェンダーを決定するということになりますまたその受験をするということになりますそしてまたマグがどのようなトピックがコミュニティにとって興味がある ものなのなかということで優先項目というものを決定いたしましてそして BPN とか PN と一緒になりまして総会でのトピックを決定していますそしてそれプラスダイナミックコーリションというのがありましてこれは独立した一貫的一貫性のあるようなプロセスということになりますさまざまな分野ステークホーダーグループの専門家さまざまな地域の専門家が参加いたしますでダイナミックコーリションは イシューオリエンテッドということで問題ごとに立ち上げられるものということになりますそして「イシュー」というのは具体的な例えば今現在であればこちら24と書いてますけれども京都の第18回において3つ追加されまして合計で27になっておりますでダイナミックコーレーション例えばブロックチェーンだとか 図書館へのパ,パブリックなライブラリーへのパブリックなアクセスだとかドメインネームだとかそのようなイシーごとのダイナミックションがあるわけですそして、まあ、メーニン,ングリストもこちらの方にありますのでそちらの方にか、うん、サブスクライブいただきますとメーニン,ングリストからも情報を届くということになります。 IGF のプロセスはキャパシティディベロップメント能力開発というものがございます IGF シリス・アジェンダのマンデートといたしまして IGF の中心には能力の開発というものがございますこれは先進国開発途上国両方においてですこのような能力の開発というのは戦略といたしまして毎年グローバルコミュニティのニーズに合ったものとしていますでここで重要な 構成要素に関しまししままてお話をしたいいと思います、まあ、今回の IGF の京都の総会でもございますけれども、パーラメンタリートラック、そしてユーストラックというものがあります。特にええ、議会の議員の方々、向けの世界中の議員の方々のトラックというものがございます。まあ、これがパーラメンタリートラックというものになります。私の同僚、そのコリンがこちらの調整役を担っています。 こちらはまた各その地域の IGF との調整のもとに行われています。そうすることで、ローカルのコミュニティに対しまして、アプローチできるようにしています。今年はたくさんのキャパシティデベロフメントのワークショップを行っています。アジア太平洋地域の IGF がホストしているものがあります。オーストラリアのブリスベンがホストしたものがありますし、またアフリカ、ナイジェリアのブチャで行ったものもあります。そして今回は昨日ですね、 パラメンタリーなどだ方としましてえー、まあ、議員の方々様々な世界中の議員の方々が集まるような会合というものが行われておりますまた IGF のウェブサイトそれからまた IGF2023 パラメンタリーという項目がございますのでそちらの方をチェックいただけましすとどういった活動を行っているのかということが理解されると思いますし また皆さんのそれぞれの国の議員の方々と関与する場でもあるということになっていますそれから持続可能性に関しましてに関係するところ持続可能性ということになりますと若い方々への投資というものがあります IGF の事務局長は通年で IGF のコーディネーターと一緒になりましてまたその ユースコーディネーターだとかまあ、それ以外のユースの代表者の方々とユーストラックを実行しています、ね、今年は若者に関しましては安全なデジタルのフューチャーというところが優先項目になっていますそれに関します能力開発のワークショップも行っておりますしまたこれは先ほどの議員のトラックと同じように地域のユーストラックもありますアジア太平洋の IGF ユーストラックもあります そして地域の IGF ですけれども、まずあのヨーロッパの IGF でフィンランドで開始されたものがありまして、それがアジア太平洋のアジア太平洋につながり、これはオーストラリアが主催国、そして中南米で行われています。これはコロンビアが主催しています。またアフリカ IGF が8月にナイジェリアで行われております。 インストラックの結論を昨日出ておりまして大変素晴らしい、えー、IGF2023 ユースサミットが行われていますその中では枠組みというものを設け意味のある今現在の専門家組織世代の専門家との間での対話を行うということを行いました我々としては若者に対しまして、まあ、通年で、えー、若者にこのプロセスに関与させることでメッセージを出しておりますし このような若い人たちがアクティブに IGF のプロセスに参加をしているということすなわち若者もこのプロセスの一部である効率はしていないということを確証するような形で意思決定等に関しましても参加をしてもらっていますで先ほど少し申しましたようにいくつかリージョーナル IGF というのがありましてこれは国ごとの そして地域ごとのそしてウイルス IGF というのもありますしそして NRI というのもあります NRI というのは今有機的に発展してまいりましたその各国の IGF を設立するそして地域ごとの IGF を設立するというのはこう有機的にこれまで 開発しさまざました様々なステークホルダーとそのローカルレベルでそしてリージョンレベルでさまざまな活動を行うということそしてマルチステークホルダーコミュニティだとかいろんな国その地域このようなそれぞれの IGF のプロセスを行っています原則は同じです枠組みもそれから手続きも手順も同じですこれをローカルで実行しているというわけです。ももう18年になりますけれども今現在は 160以上の公式に認識されました NRI がございます。NRI に対しまして IGF の事務局が助言を行います。プロセスに関しまして IGF の原則に関しましてです。そしてそのネットワークの支援を行っています。我々は通年でさまざまなその目的に対しまして支援を行っています。こちらにありますように今回も年次総会でも セッションが行われておりますまたそれ以外 IGF のウェブサイトの方にもどういった目的でセッションが行われるのかというのも分かると思いますしボトムアップ型のアプローチで NRI が行われています。今回の京都の年次総会でも多くの NRI がセッションを行っています。IGF ウェブサイトをチェックいただきまして是非こういったセッションにもご参加いただきたいと思います。 そして主催国日本も大変素晴らしいナショナル IGF を持っています9月には年次総会を行われたということでこれも素晴らしいことだと思います大変良い,い日本のそのコミュニティとの関与特に今回の18回の IGF 年次総会に向けた人物として会,になった会合になったと思いなす今はおいます。 先ほど説明しましたのでどういうリーダーなのかということについてはもうご説明しませんけれども IGF ヴィレッジこの登録のエリアの近くにあるんですけれどもこちらにもどうぞいらしてください。ここは多分 テーマとしていくつかブースが用意してあるということをお分かりいただけると思いますここはお互いの交流ができればと組織として他の組織が素晴らしいことをやっているインターネットガバナンス関連の組織をご紹介するようになってますなのでここにいていただければそういった組織との 連携ができますしパートナーシップとか協力関係の端緒になるかもしれないようなそういう機会がありますそれから2カ国間あるいはバイラテラルでミーティングができるようなそのルームも部屋もあります例えばここはちょっと興味があって直接会いたいとその他がいないような環境で会いたいということであれば IGF のウェブサイトに連絡をいただければそこでバイラテラルの部屋を予約できるようになっています それからそれ以外にもこういう人とつながりたいということであれば私どもの方にご連絡いただければサポートすることができます。これは プロセスとしてもうこれ以上国連のプロセスですから非常に似ているわけですけれどもまあ、IGF にも影響を国連のプロセスが影響しますで SDGs もちょっと言及したいと思いますこの17の SDGs というのは非常に IGF に絡んでいるものがたくさんありますこのコミュニティは SDGs を非常にその 言及して SDGs をもっと進めたいと思っているコミュニティですから私たちセッションオーガナイザーとか参加者としてできる限りのことをやって我々としてこの SDGs がちゃんと反映されてデジタル のパブリリックポリシー関係のものもにに SDGs がちゃんとと組み込まれるように作業していいきたいと思っていますそれからデジタル協力コンセプトという話を最初の頃にしましたけれども、もう皆さんご存知かもしれません。特にグローバルデジタルコンパクトというのがありますけれども、それからコモンアジェンダというのもそうなんですけれども、こういったものは事務総長のオフィスから発せられているものです。で目的としているのは 私たちその長期的にみんながインターネットから飛躍するように長期的に例えばリーダーシップパネルなどでもデジタルコーポレーションのためのロードマップというふうな成果物を出しておりますけれどもこのスライドでお分かりいただけるように。 ロードマップのコンセプトそれから一体何が柱になっているのかということをこのように示しておりますのでご参照くださいそれから我々の共通のアジェンダグローバル顧問。 コンパクトですけれどもこれに関しては今年の IGF で多くのセッションで議論されておりまして直接間接的にこのグローバルデジタルコンパクト GDC について研究されていると思います。今非常に加盟各国がこの交渉過程にありまして一体 GDC とは何ぞやというふうな段階が始まっています。国連それから様々なステーークホルダーが インターネットガバナンスそれから公共政策について議論していますけれどもまたこのプロセスにいろんな参加者がありますけれどもグローバルデジタルコンパクトの過程の中でそういったことが反映されて作られてきます。で皆さんからのご質問やコメントをいただきたいと思っておりますけれども。 例えばコメントがじゃなかったとしても IGF についてどう感じたかなどがあればセクレタリアとの方にご連絡いただけたらと思います。もう時間もも迫ってままいりましたのでだけれども 私たちのメーリングリストにもサブスクライブしていただいて私たち例えば igf.un.org で持ってメールをいただくのも構いませんので皆様方からのご意見をぜひ伺いたいと思っていますそれからソーシャルメディアでもつながっていただけたらと思いますありますように FacebookTwitterInstagram 私ども持っていますまた IGF のモバイルアプリもございますこちらを見ればスケジュールが簡単にフォローできます ブラウザーから立ち上げてというのではなくって簡単に情報が得られますですのでこのアプリをダウンロードしてくださいねそれからユーザーエクスペリエンスについてもフィードバックをいただけたらと思います来年もまたこのように活動活用できると思いますので、で私の方から以上になります何かコメントご質問あればお伺いしたいと思いますがいかがでしょうか コメントがあれば、マイクが必要なので、マイクです、に向かって喋っていただけたらと思います。どなたもコメント、手を挙げてらっしゃいとか、ありませんね。オンラインで何かご質問ある方いらっしゃいますか。 もう終わってしまう前に何か最後にこれをというのはなかればあないようですねオンラインの参加者からもご質問はないようですということはひょっとしたら私の説明が上手だったのかもしれませんどうもありがとうございました皆さん IGF のことを学びたいというふうにこのセッションにいらしていただいてどうもありがとうございました今朝は目にかかれてお話できて良かったです さて私たち IGF の今年の開会式の準備を今非常に急いでやっているところです。なのでこうやって早く終わってステージを準備できるのは嬉しいことですのでここでちょっと早めにこのセッションを終えたいと思います。どうもありがとうございました。外でも私見つけたら 声かけてください。それから、一丸四というのが私たちのオフィスですので、何かありましたら、ぜひいらしてください。どうもありがとうございました。